ワクワク感を味わえるドリーミングエリアです。わあ、私このエリア好きなんだよね。夢の中がテーマのエリアなんだっけ。うん、雲の上を跳ねるような体験ができるふわふわトランポリンドームや、カートに乗りながらペニペン君の夢の中を回るペニー君のドリーミングナイツが有名だな。そういえばさきはトランポリンドームが好きだったね。うん、雲の上でジャンプしてる感じがとっても好きだったんだ。ああ、小さい頃からそうだったな。ここに来たら毎回トランポリンドームに入るんだが、2回3回と入りたがってダダをこねるんだ。なんとか説得してトランポリンドームを諦めさせるんだが、サキはむくれてしまってな。ランド内にあるレストランでフルーツパフェを食べさせて機嫌を直させるということが多々あったな。お兄ちゃん、こんなところで言わなくても。まあ、想像できるよね。でも嬉しいな。フェニックスワンダーランドはみんなが笑顔になれる場所だから。司くんとさきちゃんみたいに小さな頃遊んだ思い出をこうやって高校生になって思い出しながら遊んだり、大人になってまた違う思い出を作ったり、そうやっていろんな人が笑顔でずーっと遊べる場所にできたらいいなって思ってるの。エムちゃん、うん、私にとってはフェニランはとっても大事な場所だよ。お兄ちゃんともそうだし、レオニードのみんなとも小さい頃一緒に遊んだ大事な場所なんだ。うん、そうだね。みんなこの場所にいろんな思い出があるんだ。僕はたまにショーをしに来ていたけど、みんなのようにここで誰かと遊んだ思い出はあまりないかもしれないな。そういう意味で言えば、僕にとってこの場所での一番の思い出は司くんたちと一緒にショーをやるようになったことだろうね。うん、そうだね。あの、それじゃあみんなで思い出を作りませんか。え、せっかく遊ぶんですから、いろんなところに行ってみんなで新しい思い出を作りたいなと思って。草薙さんたちと一緒に。それではみんなで素敵な思い出を作るために、ドリーミングエリアのアトラクションをみんなで楽しみたいと思います。やったー。どれがいいかな。やっぱりトランポリンドーム。この年になってトランポリンは恥ずかしいんだけど。同じく。こんなに大人数で入ったら子供たちがびっくりしちゃうと思うし、今回は違うアトラクションにした方がいいかもね。そっか、うん、ねねちゃん、ねねちゃん、今こそみんなに話しかけるチャンスだよ。そんなこと言われても。あの、草薙さんは何か乗りたいアトラクションとかあるんですか。私は、その…頑張れ、ねねちゃん。なら、あそこはどうだ。ペニー君、イン・ザ・ナイトメア。確か、お化け屋敷だったっけ。うん、怖い夢がテーマのちょっとダークなお化け屋敷なんだよ。怖いの。いや、全く怖くないな。小さな子供からご老人までファミリーで楽しめるコミカルな作りになっているぞ。それなら安心ですね。全然怖くないなら、むしろつまらなそうなんだけど。そんなことないよ。みんな笑顔で楽しめるお化け屋敷だ。
お化け屋敷は笑顔で楽しむものじゃないでしょ。でもファミリーで楽しめるお化け屋敷はどんなものなのか少し興味はあるね。今後のショーの参考になりそうだ。いいねいいね、私も入ってみたい。じゃあ入ろうか。わかった、付き合うよ。それじゃあみんなでレッツゴー。草薙さん。ねね、もたもたしてると置いていくぞ。わかってるってば。一緒に行く。はい、みんなのところに行きましょう。